歌手で俳優の西郷輝彦さん、本名、今川聖輝イコール今川、聖輝、が20日午前9時41分、前立腺がんのため都内の病院で亡くなった。75歳だった。西郷さんの三女で女優、イラストレーターの今川宇宙、25、が21日、ノートに父への思いと、亡くなる前日の19日に西郷さんにキスされたと明かした。と、西郷さんが亡くなる前日19日まで意識があり、やり取りをしていたと明かした。その上で、と容体が急変し、亡くなったと明かした。元気だった頃は、私の芝居を見に必ず劇場へ足を運んでくれた父、何度も芝居の相談に乗ってくれた父、私が芝居で悩んで泣きながら帰った日は、何も言わずに抱きしめてくれた父の眼差しが劇場全体をくるみ込んでいるようで、自分でも驚くほどに落ち着いた気持ちで千秋楽を終えることができました。もうあの深く優しい声は聞けないのかと思うと、今は胸が張り裂けそうなほど苦しく、悲しいです。父とのたくさんの温かい思い出一つ一つを噛み締めながら、またお世話になったすべての皆様への感謝の気持ちに包まれながら、今は家族一同静かに過ごしております。たくさんの思い出話は、これから少しずつこぼさせてください。偉大な俳優、歌手であり、芝居や歌や人生について多くを教えてくれた師匠であり、そして何よりも強くて優しくて家族思いな、この世でたった一人の大好きなお父さん。辛くて苦しかったね。最後まで頑張ってくれて本当に本当にありがとう。世界で一番大好きだよ。あなたの娘に生まれて私は本当に幸せです。